一応ですね、最終編になります。あなたは仕事で、東京で仕事を続けますか、地方で転職しますか。最終編。あなたは東京に、住み続けますか、やはり地方に行くしかあなたの道はないということで、今回はさせていただきます。本日はですね、10月22日、火曜日5時13分でございます。本日はね、天皇即位の日ということで、天皇様におかれましては、無事即位されたようでございまして、誠にもっておめでとうございます。令和のいよいよ本当のスタートの時ですね。いよいよ今日がその時になりました。その時にこれからのこう自分の人生を振り返って、東京に行くか、どうするかということを考えないのもいいでしょう。そして、下の方にですね、これの再生リストの方も載ってますので、第1回目の日経編と三橋編と今回の最終編というのを、全部見ていただけるとよく理解ができるのではないかなと思っております。申し遅れました、未来予測 YouTuber の岡本明弘と申します。改めてご挨拶させていただきます。今日もよろしくお願いいたします。では始めさせていただきます。動画ソフトがないんで、あと、あれ大変なんで、すいません。引用ないし参考文献ということで、まあ、著作権法というよりも、これ、まあ、ちゃんとこれ見られて最新のデータでやってほしいということですね。今現時点でのデータがちょっと前のデータが入っている時もあったりするもんですから、ぜひ、これもそうですね、U ターン、I ターンの方もそうしていただけるとありがたいということで、これも出させていただきます。さて、まあ大体皆さんの結論出てると思いますが、私が聞いた事例というところで、申し上げさせていただきたいと思います。ちょっと動画編集ソフトがないんで大変なのと、あとちょっと枚数がありますので、これも前編後編に分けざるを得ないかもしれませんが、まあ、とりあえずこれでやっていきますね。ある東京人の声。東京じゃ50万なけれ、子供と一緒に生きられねえよと。そりゃそうだと。東京ではね、早稲田、慶応、明治とね、と、東京とかじゃなくて、六帝大ですね。国立の六帝大でなきゃ生き残れませんね。私はそう思います。それ以外は行く価値がある町だと僕は思ってませんでした。暴言だって言われるかもしれませんが、私もはっきりそう思っております。はい。小田東京サイクルはもうあの時の時代の、もう名残、もうもう昭和20年代と思っていればいいですよ。はい。はい、ある母親の友達のお子さんの 例です。これ非常に面白い、まあ、事例で、ボクシングが好きでアメリカに行き、ライセンスをプロライセンスを取得。その後日本に帰るが、東京都で、転職を試みるが、みんな短期で辞めさせられる。その後、私が中国地方の転職を進め、内定をいただき、スーパーで正社員として就職してる。こういう事例もあります。実際、東京にいて、東京はまあ、もう三橋さんが言うように、たくさんまあ、若い者がいるから、はっきり言って使い捨てです。若い人、まあ、そこに紙と銭しか持ってない人もいるかもしれません。だまあそういうところで働いててもたかが知れてるなという、まあ中にはいい経営者もいらっしゃるのかもしれませんが、まあ
ああ、そう思ってみてもいいような事例はたくさんあると思います。さらに、ある勉強会で聞いた地方建設業の方の声。地方では派遣とかよりも正社員で雇うんで安定感があるんだよね。まあこれも一理あるかもしれませんね。まあどの辺の地方かにもよく、まあ北陸とかぐらいになるとそういう傾向が強いのかもしれません。これはまた業種によっても違います。例えば妻子の、キャベツあたりは派遣が多いという話も聞きますので、一概に言えないかもしれませんね。はい。じゃあ都会で困ったら地方へ、具体的にどうするかというところで、まず地域の絞り込みっていうのをやらなきゃいけませんね。地域の絞り込みをするということにあたって、どういうふうなやり方を取るかということで、これ使って今おいしいところってどこだっていうことをちょっと具体的に絞り込みをしてみます。はい。都道府県の県民生産性の成長率、一人当たりの県民、総所得、失業率、今回、まあ、日経三橋が使ったデータをそのまま使ってちょっと分析してみましょう。面白いんでちょっとやってみましょう。そうするとね、面白い結論が出てくるんだよね。ですね。そう。あのね、2つに絞られちゃうぐらいまでいっちゃうんですよ。そう。このデータを使って導き出した、豊かにかつ就職もしやすい県は、〇〇県と〇〇県と、こういうので出ちゃうんですね。さあ、その県がどこでしょうかっていうところで、まあ、お楽しみにということで、やらさせていただきます。都道府県別の県民所得生産成長率、最初に日経に出てきましたよね。それを使って今現在絞るとどういうふうになるか、東京よりも上のところっていうと、ここですね。とりあえずですね、こっちじゃないですかね。ここの赤く示したところより上。これが全部、該当します。これなんかデータが飛び出したら富山県のデータだったんで、下の方行ったというだけの話です。まあ、富山が下の方にこれがあるっていうのもどうなのかなという感じもするんですが、まあ、とりあえず、まずそこから成長性から引っ張りますんでね。はい。ちなみにこれも東京、20番目なんですよね。それはまあとりあえず、まあここに並んでるんで、県の名前はとりあえずこの県名全部ですね。青森県、岡山県、香川県、三重県、京都府、秋田県、兵庫県、愛知県、愛媛県、奈良県、広島県、山形県、神奈川県、滋賀県、静岡県、山梨県、岐阜県、群馬県、福島県ということになります。次にですね、一人当たりの、県民総生産、増加率ということで、私ちょっとメガネがありますね。やらさせていただきます。まあ、図表はこんなもんですね。
まあ細かく、どうやっても細かくなっちゃうんで、まあどうやっても細かくなっちゃうね、こんな図で。で、私のから、私ので抽出しちゃいました。東京以下のとこね、一人当たりは。福島県、奈良県、和歌山県、山口県、この4つです。福島県、奈良県、和歌山県、山口県、この4つになります。じゃあ、ちょっとここで、一旦止めます。また、次の動画で上げさせていただきます。では一旦止めます。ちょっと15